はい、プータ稲荷さん、ご質問ありがとうございます。1週間前にヒレ先が起きてしまい、ゴールド F の下流で治療後飼育水に戻したということは、別水槽でやってたということですよね。で、昨日は元気に泳いでたのですがっていうことは、まあ、1日は元気におったけど2日目になると調子崩しちゃったということで、この文章からは読み取れると思うんです。だから、まあ、1週間にヒレサケが起きてて、まあ、ゴールドの下流、これはゴールドの下流というのはヒレサケを治療するわけではなくて、まあ、カラムナリス症とかの感染症にかからないようにするための、まあ、お薬ということで、3日前に元気だったということは、それは問題ないということだと思うんですよ。で、元の水槽に戻されたっていう、戻して1日で調子が悪く、まあ、2日で調子が悪くなるということは、元の水槽の水質に何 か問題があるんではないかなと、この文章からはね、読み取れるんですよ。これ1週間に1回が大事じゃなくて、1週間に1回どれぐらいの量を水替えしてたかっていうことを僕は聞いてるのね。半分なのか3分の1なのか、もともと全替えしてたのか、飼育水をしよう思ったらベタが瀕死の状態で、これそこに沈んでいるんであれば、水位を5センチぐらいにして別容器に、まあグリーン F ゴールドはお持ちなんでね、入れられたらいいと思うんです。で、そのなった原因っていうのがね、現在の飼育水にあるんじゃないかなと思うんですよ。飼育水の方に問題があるんじゃないかなって思うんです。ベタってpHが低くなってくるとね、調子が悪くなりやすいんですよ。だからそれが原因ではないかなと、今のこの文章からはね、読み取れるんだけど、昨日はプカプカ浮いてた。このプカプカ浮くっていう症状は、プカプカ浮くっていう症状はね、餌のやりすぎ消化不良なんです。餌の与えすぎなんです。で、ヤフーの質問箱で水位を低くしてあげてくださいって、その低くしてくださいっていうのが5リットルではないのね。これプカプカ浮いてる症状で低くしても全く効果ないでしょ。浮いてるんやから、沈んでたら水位落とすということは有効なんです。で、プカプカ浮いてたっていうことは消化不良ですから、3日間ぐらい餌を与えないでください。3日間餌を与えずに、水替えしたお水にお魚を移して、浮いてるんであれば餌を止めてください。まあまあ今の水槽でもええけどね、浮いてるんであれば、沈んであるんやったら別容器で水位下げてあげんといかんけど、浮いてるんであればどこに入れてても一緒やし、大きい水槽の方がいいと思うんですよ。半分の水替えしてたか、まあ半分フィルターついてたら半分の水替えで、例えば半年とかね、そういうのはいいと思うんですよ。フィルターがもしついてるならね。今は沈んじゃったか、沈んでるんなら水替えを、新しい瓶に5センチぐらい水、5センチ水入れて、そこに、まあ、ちょっとグリーン F ゴールドは量がわからないか、使い慣れてるんならね、プータローさん前回入れた量ぐらいの色で判断しても結構です。で、まあ、一番は、えぎりが大事やからね。えぎりしてください。昨日浮いてて今日沈んであるんなら、えぎりしてください。それと、お塩 0.5%。1リットルに対して5グラムのお塩はいいと思います。で、あと、ヨモギの葉っぱ。ヨモギの葉っぱを1枚もんでね、入れておいてあげると、消化不良に対しては効果があります。ヨモギは、消化不良の改善には効果があるんで。
ぜひそれでね、まあ、3日ぐらい置いてもらうのが一番いいのかなと思います。静かな環境で。だから写真見てないんでね、間違ってたらダメなんだけど、浮いてる症状っていうのは消化不良です。で、今日沈んでるっていうのは、どうして沈んじゃったかな。浮いてる症状から沈むって言ったらかなり工程がないと沈まないんだけど、まあ現実的に沈んでるんだから、沈んでる場合の処置としては水位を下げる、水位を5センチぐらいに下げるっていうのが効果的です。で、餌はとりあえず3日間はあげない。で、普通にもし治ったとしても元通りの餌をすぐにあげたらダメですよ。最初の3分の1とか半分ぐらいの量、もっと少なくしてもいいかもわからんね。ちょっと少しずつ増やして、最終的にどっちが原因だったかわからんけど、まあ今の本水槽の方は、フィルターを1回洗って水を7割8割変えてみると、そうすることによって、まあ初期段階に近づくからね、 pH7 に近づくと思うんです。だから餌の量が一つには多いと思います。だからまあ最初の7掛けぐらい、10粒やってたら 7粒ぐらいがいいんではないかなと思います。浮いてる症状から沈んでしまうって言ったら、なんか症状がありそうだよけどな。白いうんちが出てたっていうことは消化不良ですよ。消化不良状態から、餌は昨日から止めているって、それはいいことだと思うんですね。だからとりあえずそこに沈んでいるんで、水位を5センチぐらい、これ瓶に入れて湯煎したらいいから、今の水槽に浮かべたらいいから、痩せすぎって言われた。いや、だからそういうのは写真見ないとわからないからね。くの字に少し曲がってるの。これはくの字に曲がるっていうことは、これ栄養失調の可能性はあるよね。栄養失調の可能性があるんだけど、内臓疾患、これ困ったな。まあヨモギの葉っぱは効果あると思います。くの字だったら餌止めるのは良くないよ。くの字に曲がるっていうのは栄養失調の状態の、ベタ買うのが初めてで、まあ初めてでも別に大丈夫なんですけど、ただまあね、そのベタの中にはね、体の中に寄生虫がいたりして、食べても食べても大きくならない個体がいるのね。だひょっとしたら虫下しっていうのが一つの方法なのかもわからない。食べても食べても太らないっていうお魚の場合はね、概要欄にアマゾンで販売しているディスカスのハンバーグ、まあ、駆虫用っていうのがあるんだけど、まあ、それ買えば1,400〜1,500円確か前したと思うんでね、量的にはそんなに必要ない量なんですけど、他に駆虫薬がね、いい駆虫薬がないんで、ただまあくの字になってる、痩せてるって言ったら体力の回復さすのが大事なんだけど、困ったな。餌はどれぐらいの量食べてましたか？何粒ぐらい食べてた？餌の種類は分かったら教えてください。何粒ぐらい食べてたのかなって。
そこへ沈んでるんだったら餌あげても大丈夫やと思うんやけどね、浮いてる状態はもうえぎりしないとダメなんですけどね、今沈んでる状態なんで餌あげてもいいと思うんだけど、光ベタ6から7粒か。あ、光ベタか。光ベタってね、消化不良を起こしやすい餌なんですよ。買うときは200いくらで買えるから安いけど、あれ4グラムしか入ってないからね、決しても安い餌ではないけど、ちょっと硬くて消化不良を起こしやすい餌ではあるのね。水で浸しておいてあげるっていう手もあるな。そのお腹の中入ってから膨れるでしょ。ですごく硬い餌なんで消化不良を起こしやすいっていうことで、今うちはもう光ベタは置いてないです。アドバンスは大丈夫です。赤虫ね。ヨモギの葉っぱわかりますか？ヨモギの葉っぱわかる？ヨモギって自生してる草なんやけど、ヨモギ餅に使ったりとか、まあおせんべいに使ったりとかいろいろあるんですけど、香りのいい草なんですけど、切り傷なんかにね塗ると止血作用もある野草なんですよ。まあ症状的にくの字になってるとか痩せすぎっていうんであれば餌は切らない方がいいやろね。沈んでるんやから。ちょっと食が細くなってるのかな。まあでも7粒食べてたわけやからね。まあトシさんが言うみたいに3粒ぐらいにしてね。物自体が分かるんであれば、結構堤防とか公園とかにあるんで、今冬でもね、小さい葉っぱなら手に入りますから、匂い嗅いだら分かるからね。街中ではヨモギに似た葉で毒のある薬葉っぱってないと思うんで、山行くとね似て毒のあるやつもあるんですけど大丈夫と思うんで、それはまあ揉んで入れてあげたらいいと思います。1リットルに対して1枚だけど、今の時期のヨモギって細いから、まあ2枚ぐらい入れてあげたらいいんじゃない。で10リットルなら10枚ぐらい入れんといかんよ。本水槽入れるんやったら。ただ本水槽の状態が本水槽に入れて状態が悪くなったんだから、今あんまりいい状態ではないと思うのね。で最初に言ったみたいにフィルター洗って7割ぐらい、そう7割8割ぐらい水替えしてね、まあ元気になってから戻したらいいよ。でだからとりあえず瓶に入れて湯煎ね、今の水槽に移して水槽の中に浮かべればいい。浮かんでたら瓶に入れて浮かべたらいいから、お塩 0.5%、 ヨモギの葉っぱ1枚から2枚で、あとグリーン F ゴールドは色見て、多分使い慣れてると思って俺は言ってるだけで、
感覚がつかめてる人ならグリーン F ゴールド使ったらいいけど、そうでない場合は一袋が40リットル用やからね。1リットル の, あの水槽にどれだけ入れたらいいですかとか言われても困る。それはきちっと測って使えば大丈夫やけど、一袋が40リットルです。でまあ3日間ぐらいちょっと様子見てみてください。はい、餌は食べるようなら少し与えてみたら、一粒二粒測って入れた。あ、重さで測って入れれた。あ、そしたら完璧ですね。 だったらあの薬の効果としては、なぜ入れるかっていうのは、その子が今弱ってるわけね。弱ってるから感染症にかかるのを防止する。今そこに沈んでいるのの効果改善ではないです。感染症にかからないように入れるだけです。それはあのお間違いのないようにしてください。はい、お大事にしてください。ご質問ありがとうございました。また何かわからんかったら、画像入れれなかったです。入れれなかったですか？携帯からでもどっちでも。メチレンでもいいよ。メチレンでいいよ。メチレンだったら1リットルに1滴やから、だいたいメチレン持ってるんやったらメチレン1リットルに1滴入れたらいいや。どちらも感染症の予防になります。両方使ってもいいですけどね。その弱ってる時っていうのはね、感染症に合わせてかかってる場合もあるんですよ。画像見ればわかるけどね。はい、お大事にしてください。